神奈川県人権啓発センターです。ガバイオカ県から帰ってまいりました。これは何かと言いますと、唐津市橋本町の福島食品の、一番ね、最高級のね、佐賀牛ですね。これでね、売ってた量の半分切ってきました。半分でこれぐらいの量ですね。これでいくらすると思いますかね。まあそこは、実際に行って確かめてみてください。まあ、そこで聞いた値段をポンと出すというところで、その人の度量が試されると思うんですね。で、店をね、社長さんはこれじゃなくて、もっとサシの入ったね、油の多いやつを勧めてくれたんですけども、でもたまたま店にね、あったのがこの赤身のやつで、僕はこっちの方がね、美味しいと思うんですよ。多分ですよ。実は、サシが入ったやつはね、試食させてもらったんですよ。やっぱね、この油のね、甘み、この肉の香り、これがじわーっと油から出てくるんですね。ただこれは赤身で、でも今どっちかって赤身の方が、このね、流行りですからね。ちょっと食べてみますか。あ、柔らかい。このままでも美味しいですね。このままでも美味しいんだけど、さらにこのタレをかけてみますね。あ、これはもう犯罪的にうまいですね。もうね、一生懸命ね、このブラックタンボを阻止するためにね、この抗菌と人生の貴重な時間をね、費やしてる人がいるけど、もうそういうするのはもう無駄。ブラックタンボを阻止しようとするっていうのはね、無駄なんですよ。で、もうそれどころかね、今はね、もうブラックタンボをしないやつはアホですね。そのぐらいのレベルに来てますよ、これ。これ見てそう思いません？多分気になってる人はいると思うんですけどもね。このどぶろくを注ぎました。これはね、GoTo トラベルの、クーポンで買ったやつですよ。このね、お肉は実はクーポン使えなかったんですね。なんかお店申請したらしいんだけど、なんか肉屋だと、なんか観光客は使うのかなみたいな感じで、それでどうも役所にね、断られてしまったみたいで、ダメですな。差別ですな、差別。で、まあ、冗談を置いといてですね、佐賀県のプラクタンボ、いろんなことは分かったんですけど、でもやっぱね、ちょっと分かんないところまだあります。佐賀市のね、上蔵なのか高蔵なのか、あそこの教育集会所、童話教育集会所ですね、あそこ、まあ、自分もはっきりして不審人物なんだけど、だけど、あの後中から出てきた人もね、なんか見た感じが、どう見てもね、市の職員じゃないんですよ。なんかお兄ちゃん出てきて、なんか土建屋のお兄ちゃんっていう感じ。なんかちょっと童話街チックな。でも聞いてみたら別に童話街じゃないみたいだし、じゃあ、市の職員なんですかって言っても別に市の職員じゃないし、じゃあなんか、請負か何かで、受託してやってるんですかって言って、いや、そういうもんでもなくてって言って、でもなんかずっと、ね、そこに勤務してるみたいなことを言ってて、ちょっとね、何なのかなって思ってね。いや、なんかその、なりがね、なんかちょっと高級な時計つけてて、いや、ちょっと何なんだろうと思ったんだけど、いや、別にそんなね、柄の悪い喋り方はしなくて、丁寧に対応してもらえたんだけど、ちょっとあの施設何なのかなっていうふうに思いましたね。うん。やっぱりその、っていうかな、佐賀県、まあ、九州全体なんだけど、松本治一郎とね、正信、あれに象徴されるようにね、解放同盟と同和会が入り組んでるんで、ちょっとなんかいろんな団体があってわけわかんないんですよね、あの辺は。同和行政の様子が。それで、あと謎といえば、やっぱね、万人堂。あれ、
まあ、白山神社みたいなもんなのかな、関東においては。まあ、それがある種、部落の目印みたいになってるという。ただ関東でもね、白山寺にあるところが部落とは限らないんですよ。で、万神堂っていうのも、部落のものっていうよりは、日蓮宗の守護神なので、まあ、日蓮宗の信徒が多いところには全般にあるんじゃないかなっていう考えもあるんですよ。ただその万神堂のね、一覧っていうような文献がね、どうもないみたいで、で、なおかつね、見てもわかんないんですよね。なんかこのお上が作らせたっていうより、やっぱ住民がね、自主的にというのかどうかもわかんないけど、でもやっぱ一律に部落にあるから、何かしら、人為的なものがあるんだと思うんだけども、佐賀県のね、万神堂の一覧っていうのを作ったら面白いかもしれないですね。まあ私はそんな頻繁に佐賀県行かないんで、佐賀県の地元の方なんかそういう研究をされたらすごく面白いと思います。ということで、今日はですね、この福島食品のね、最高級、佐賀牛をね、食べながら、佐賀県のね、部落探訪の、反省といたしたいと思います。ということで、皆さんね、ぜひチャンネル登録してですね、まあ、それだけじゃなくてですね、もう、自らね、部落探訪にぜひね、行ってね、楽しんでいただければと思います。ということで、神奈川県人権啓発センターでした。